どうもプロボラの方です。いつもありがとうございます。妙なドキドキ感が癖になるピタカトのお時間でございます。現在6連敗中でございますね。そろそろピタカ取りたいと思います。それでは今回のリクエスト引かせていただきます。ダルル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 ル、こちらの方、はい、来ました。吉田よしこさん、188ピンでございます。はい、ミッションは書いておりません。188ピン目指して頑張りたいと思います。それでは、最後までご視聴よろしくお願いいたします。まあでもミッション、どっかで何かないとつまらないですね。188ピン、どうしましょうか。7本スペア、そういうの簡単かな。いや、それくらいにしとかないと今まで失敗してますからね。7本スペアはどっかで出します。来い。おお、すごいすごいピンアクションで電ピンが倒れました。メッセンジャーとなんかまた違うような感じでしたが、はい、電ピンどこまで飛んできました。何番ピンだったんでしょうか。1番が戻ってきそうで、その内側にいたピンが1番に弾かれて戻ってきましたね。さあ、これダボはいりません。ここでじゃあ7本狙ってみましょう。いきます。 OK、 7本。あらら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 ら、8本でした。はい、2番、10番スプリットです。これはもう得意ですね。はい、3回投げたら1回ぐらいは取れます。全然得意な部類じゃないですよね、3分の1じゃ。いきます。ほら取れた。3分の1が今出ました。よし、さあ、そんなことで喜んでる場合じゃないんです。180何ピンでしたっけ。8ピン、180、もうこれも忘れちゃって、188ピンです。はい、よし、7本。今でも20だからいいですね。7本いきましょう。どの道一周させないといけないですからね。カウントノーヘッドできなかったんで、もっと左側から7本スペア狙い。 OK、 7本来ました。よし、これカバーします。これをカバーしたら自分で出したミッションクリアです。はい、後ろに8番ピンがいます。しっかり取りましょう。さあ、OK。危ない、8番ピン危なかった。よし、さあ、7でしょう。あんまりカウント下げすぎても良くないですからね。ポケット狙いましょう。交互に行きましょう。でもどの道あと9本は下げないといけないですね。カウント7になっちゃってますからね。8にするためには9本。さあ来い。天品スペアします。天品スペアは大丈夫でしょう。はい、オッケー。よし、188ピンですよ。このままタップし続けたら行くんじゃないですか。もう一回9本、ポケット狙いで9本。
9本。今度は薄めでした。2番ピン。5、4、3、2、1、0、9。どっかで8本が必要なのか。はい、なるほどね。ずっと9本じゃいきませんでした。カバー OK。 はい、ありがとうございます。ボールはですね、プロアマのコンクエストというちょっと前のボールを使用しています。私のレッスン動画見たことある方なら知っていると思うのですが、 PAP のところ白くプラグしてあります。前は最初の頃はですね、テープ貼っていたんですが、テープがすぐですね黒くなって汚くなって見えなくなってしまいますので、プラグで分かりやすくしました。9本いきます。あれ、だいぶ食われた。今ポケット当てる予定だったんですが、今だいぶスパッと超えたあたりでもうボールが反応しちゃってましたね。ド集めに行きました。まあ、結果的に9本、ラッキー。よし、行きます。カバー、ナイス、順調でございます。はい、ストライクは1回だけ、あとスペアでつないでおります。はい、フレームが進むにつれて少しずつ皆様ドキドキしてきますよね。はい、いきますよ。もう9スペで刻みますからね。今の厚めを踏まえてちょっと寄りましょう。して軽く、さあどうだ、天秤タップ、よし、 OK、 オイルうまく使えてます。ここでこんだけ調整できて、本当になんで最後の最後でいつもあんなに合わないんでしょうか。さあ天秤、油断できません。OK。 でもこのピタカトのおかげでスペアめちゃめちゃいい集中力で投げれます。イージーしたら終了ですからね。はい、常にそう言い聞かせて程よい緊張感で。さあもう一度タップさせますよ。いつか来るであろう190ピンに合わせて。あー出過ぎちゃった、タップしない。これじゃラッキー、すごいラッキー、タップしました。さあでもこのまんま9本だと8フレで109ですからね、1ピンオーバーしてしまいます。そろそろ8本必要ですよ。危ない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 、あー危ない。さっき、次はちょっと厚めで8本狙いましょうか。これそうですよね、そろそろそうしないと、ここでカウント調整しとかないと10フレやばいですからね。8本狙います。厚めで8本、大丈夫、絶対できる。6番10番残します、厚めで。 OK、 厚め、来い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 、裏でした。やっちまった、やっちゃった。ということでスペアで6本ですよ、6本。スペアで6本取らないといけません。
6本って1247ってなかなか残んないですからね。けどちょっと練習しましょう。6本出す練習。薄めでバケットって手もありますけどね。こっから6本なる ?7 本。6本とか難しすぎでしょ。とりあえずスペア取って、ワッシャーって手もあるのか。どうしよう。OK。来ました、また。クライマックスまで持ってこれました。今回のお題は188ピンです。今9フレのスコアが172ピンです。10フレカバーしておりますので今182ピンまで達成しております。ですので残り最後の1投が6ピンで188ピタカ取ります。そろそろ決めますよ。6本カウントノーヘッド、ノーヘッドして1247。はい、いきます。あわよくばワッシャー。いやこの考えがよくない。もう1247残します。さっきのところで残んないからもっと薄め。いきますよ。決めます。6本いきます。はい、後ろいるでしょ。8番ピンいるでしょ。ことってありますか。こんなに続きます。やば。ということで今回もですね、最後で決めることができなくて189ピンになってしまいました。吉田よしこさんからのリクエストは188ピン。前半ですね、もう2フレにスプリットも取って見せ場も作り、自分で課した7本スペアというミッションもクリアして4,5,6,7,8 と5連続9本スペア。はい、4,5,6,7,8、そうですよね。頑張ったにもかかわらず、なんと今回も最後の最後で失敗してしまいました。皆様ご視聴ありがとうございました。そういえばですね、5連続中のメールアドレス伝えていませんでしたね。こちらの方にですね、はい、メールアドレス書いておきますので、こちらの方にキーワード、そしてお名前、ご住所、添付の上メール送信してください。よろしくお願いいたします。はい、頑張ったんですけどね、まあ、いつも頑張ってます。頑張ってるだけじゃダメだっていうことがこのピタカトですごい伝わってきます。はい、次こそ成功させますからね。もう絶対成功するまでやります。ということで皆様、今回もご視聴ありがとうございました。内容が面白ければ高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。